続いてまいりましょうかありがとうございました続いては元無限の総長琥珀役明さんそして、はい、琥珀の右腕つくも役さん、天宮兄弟次男まさき役高博さんそして三男ひろと役戸坂ひろみさんそしてクリューグループから家村会二階堂役橘健一さん黒崎会久喜源氏役の小林直樹さんよろしくお願いいたしますお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いします今回はでも 琥珀つくも、そして雨宮兄弟、源氏のカーアクションバイクアクションが本当にすごいと思うんですがあの撮影での思い出、はい、何かエピソード残っていることはあります何、はいえっとまあ、といってもあの無限と雨宮兄弟って今までこうなかなか交わることのなかったあの対立したチームだったんですけど今回あの、手を組んであの戦っていくということで本当にあの直木演じる源氏さんが。 素晴らしい迫力でやってくるので、もう手を組まざるを得ないというか、<laughs> あのカメラが回ってないところでもすごかったよね。現実スイッチがもう止まらないというか、うん、あの朝は僕と高平があのインしてあのメイクしてるんですけども、その時に直輝がこう来るんですよで。僕はいつものトライブの感じで直おはようって言うんですけども、直輝はもう現実で、あ,あ、もう入ってますね。もうもう直輝さんは現実さんなので。 もうそなかなかやっぱり挨拶一つ緊張しましたよね緊張しましたよね僕らあの結構雨宮兄弟の皆さんだったりそうはちょっと別々で撮影だったじゃないですか、はい、その直樹の役作りが半端ないというわさはこっちまでたどり着いてきてましたどうですか直樹さん今回役作りは結構あの苦情をいただきましたね <laughs> クレームがた々クレームがたたそれどういったクレームでした あのいや普段友達じゃんと <laughs> 確かに「おはよう」ぐらいはちゃんと言ってくれよとそうですねいやでもすごかったよね直木の迫力はもう俺ら4人が圧倒されたんでもうあの本番カメラ回るギリギリまでずっと素振りをやってて、はい、<laughs> あのいないなと思って「あれゲンもう源氏さんって呼んじゃうんですけど、うん、源氏さん今日まだ来てないの?」って言ったら壁の向こうから「 刀ブンブンブン見切れてるんですね剣先が剣先が見切れるちらっと登坂見るとすごい冷めた目で見てんですよねこれどうですか直さんいやでもすごかったです迫力がだから今回の作品はもう源氏さんの迫力半端じゃない半端ないですねでもね段こう3代目で直樹さんとは活動してますけどさすがにもうそこにはね直樹さんは こうライブとかでもさ、一緒に待ってたりとかするけど、そこには持ち込んでないでしょ、さすがに。そうですね、でもなんか、いつもより気持ち挨拶が冷たかったなっていうのを思います。その辺は自覚は。ありますね。<laughs> あるんだ。なるほど。やっ,ぱそっ <laughs> えー、<や>どう、だったね、どうですか、つくもさん。そうですね、本当に、あの、今回みんなでアクションやらせてもらって。あの、基本、あの、車関係のお仕事が、僕、すごく多かったので。 ぜひこれから見ていただける方に楽しんでいただけたらなと思ってます。あれはすごかったですね。本当にすごかったですよね。はい、そして健二さん、クルーはもう本当にそうそうたる俳優陣皆さんに囲まれてましたが、ね、いかがでしたか。前作よりも圧倒的なあの存在感の進化が生まれまして、<laughs> <い>もう現場のなんでしょうね威圧感がすごいすごい。 人数感と大御所の俳優の方々の圧がすごくてずっとこういう感じです背筋がねピシッとピシッとはいそれだけの面々に集まっていただきもうあの皆さんが横一列で並んで歩いてるシーンがあるんですけどあれ見ただけでももう大満足ぐらいのゾクッとしましたねはいそれで岩城さんとかともお話しする機会があったんですけども岩城さんとか 他の役者の方々もすごいなんか喜んでくださってて、最近こういうなんか男臭い映画っていうのはあんまりこうないから、ぜひこれからも LDA 以上、まあヒロさんはヒッにこうこういうエンターテイメントをぜひ作ってほしいとそういうことは言っていただいたんで、今後も頑張らなきゃなというふうに思いました。本作もクルにしぶれました。ありがとうございます。あますさあ続いてノートさんこちらです。はい、はい。続いては親高校ルードボーイズだるま一家の皆さんです。親高校の番長村山役の田中。 ごめんなさい山田裕貴さん、<す>失礼しました、<laughs> 全然違いましたね、山田さんです <laughs> そして、ルードボーイズのリーダースモーキー役、久保田正孝さん、だるまの頭目、日向典久役、林健太さん、ご挨拶を兼ねてお話を伺っていきたいと思いますまず、今回の撮影、撮影中の思い出、エピソード、何か残っていることはありますかあ、あ,あ、えー あのこのシリーズの中で、日向と,ヒューガとこうあまり対峙する、林遣都君とこう対峙することがなかったんですけど、今回、ちょっとあるかなみたいなって言っちゃったら、もうあるんだろうと思われちゃうんですけど、でもそこのシーンがすごく楽しくて、だるまだからこそ、絶対に言ってやりたいアドリブがありまして、それが使われてまして。 それがすすごく嬉しかったですだからぜひ確認してみてください、多分わ分かりやすいと思うんで、なるほど、はい、そして、あ,ありがとうございます、はいはい、久保田さん、今回つ、どうぞ続けてください、大丈夫ですか、<laughs> 久保田さんアクションも親子頑張ってるんで、よろししくお願いします <laughs> ありがとうございますいやすごいですよ、本当に、親子ならではのアクションが今回、入ってまねそうですね。そうですねはい いや、すごい痺れますよあのチームプレーは。登場シーンもまたかっこいいんですよね。かっこいいんですよ、はい。ありがとうございます。本当に。